人間学が盛んにならなければ本当の文化は起こらない。民族も国家も栄えない。人が見ていようが見ていまいが一人を慎む。読書は弓道である。我々の天秤はあまりに貧弱。人格が真に確立するまで到底読力で成し得られるものではない。徳がない人間は他のことがいくらできても論ずるに足らない。人間はその反省を怠るとつい自戒が足らない曖昧な時間を過ごしてしまう。言うなかれ、今日学ばずして来日ありと、実月生きぬ年我と伸びず、ああおいぬ、これ誰の過ちぞや。いたずらに五穀を食いて前向きて歩むばかりの技、犬猫とい反も同じことなり。